マリアで大規模なデモが起きています。汚職を免罪とする政府の法令に抗議し、首都ブカレストなど複数の都市で数十万人がデモを起こしています。貿易省はこの抗議に賛同し辞任しました。現地からのリポートです。社会民主党政権が1日汚職取締法を緩和する法令を決定し、汚職政治家が無罪放免になることに対して抗議するデモの中で暴れて騒ぎを起こす人たちがいました。数日前からルーマニア全国で怒りが広がりましたが、平和的なデモが続いていました。共産主義政権崩壊以来、これほど大勢の人がデモに集まったことはありません。騒ぎを起こした人たちは抗議デモに対する不信感を高めるために政府関係者が雇ったのではないかという疑いが浮上しています。これに先立ち警察の報道官は暴力が起きる恐れがあると警告していました。ルーマニアの内相です。私にはこのような挑発行為について警告があったという情報は届いていません。保守派のヨハニス大統領はこれは信用できないとしており、政府が議会を通さずに法令を決定したことについて憲法裁判所に訴えました。ルーマニアの大統領です。これは政府側と司法と議会の憲法をめぐる対立のようです。今回の法令決定に抗議し、閣僚1人が辞任しました。この法令では社会民主党政権の政治家で、特に有罪判決を受けた逮捕された政治家が得をすることになります。解決策は一つしかありません。政府はこの法令を撤回し退陣すべきです。しかしまだその段階には程遠く、力比べはまだ続いています。